大久保さん、ちょっとベッドから立ち上がれないので、ドア開けとくので入っててください。おはようございます。エディットの中村です。本日はですね、本当ね、緊急事態というかですね、中ですね、彼は。あ、だだい。またやってしまいました。これやばいっすよね。また。ねえ、2020年の春夏の撮影も控えてるっていうのに、もう本当に。ということで、今から彼のとこにまた向かっております。あ、やばい、痛い。あ、無理だ、これずっと寝たきりだ、これ。あ、これ無理。まあ、最悪。もう毎回エディットの YouTube 出るとボロボロやん。なんで声もそんなボロボロ。叫びすぎたから痛くて。で、俺笑っちゃダメなんですよ、俺マジで痛いから。マジでやだ。説明してよ。違うんすよ、もうほぼ治ってたんですけど、なんかちょっと変な動きしただけでバキッていって、もう骨くっついてなかったみたいで、ただ全然元気で、もう痛みとかもなかったのに。っていうかさ、踊ったの？ん？踊ったの？いや、でも踊れるぐらい元気でしたよ、もう。で、踊ったわけじゃなくて。じゃあ、でもこれがまた折れたのは、外れたのは、なんか自転車を、なんで、どうやってんだっけ、ねむちゃん、反射神の反射神経、パッて取るときあるじゃないですか。うん、はいはいはい。もうやだ、俺もうボロボロでこんな状態で体がもう映ってる、もう。それ反射的になんかこう、そう、前にやっちゃったんですよ。なんか鎖骨ってこうやって前にやっちゃったんですよ、うん、だからちょっとこうやってものをつけてるんですけど、うん、もう僕はもうやばい、もうミラクルが起きた、もう治った、よし神様ありがとうっていう状態だったんで、うん、そのね、多分ね、神様がいかんだと思うね。間違いない。神様がいかんね。あんな神様に罰を与えられるとです。このお願いって言うけど罰を与えられる。ちゃう。これをもうつけてなかったんですよ、これ。そのミラクルな回復力とか言ってさ、ねえ、なんかちょうど顔につくのかな。もう最悪。もう治ってたのに。いや、治ってなかったけど。ああ、もうこれほんと毎回トイレ行くと怖い。ああ、大丈夫やもん。ああ、なんかね、痛いうるさいじゃん。うるさいっつって、本当にうるさい。ちょ、中村さん、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い。これ乗っちゃっていい？俺これ負けん。なにこれ。俺これ負け。この絵。ちょっと待って、髪の毛もすごい。ただもう。あ、痛い。あ、ごめん、ちょっとおっぱい触っちゃった。ねえ、
ですか。もう最悪、もうあの ね、ある意味すごいレアだよね。レアだよって、これモデルでやってんすよ。レア、レアな二度骨折。病院もびっくり。骨折もそうだけど、この絵柄がひどすぎるよ。行くよ、のぶちゃん。これ立ち上がるよ、立ち上がって、行くよ。頑張って。ちょ、もっと、頑張って。あ、立ち上がった。痛い、やばい、ちょっと待って。痛い、ちょっと待って。やばい。痛い、やばい。やばいっすよね。僕ずっと寝たきりなんで、身長コーラ伸びたんですよ。そうだろ。マジでこれね、普通に通れるのにね。そんな人おらんて。痛い。でもほんとこうやって、ほら、多分2-3センチぐらい伸びてる。痛い、ちょっと。これね、ほら。絶対そんな人おらんて。背骨がね、これすごい姿勢が良くなったんで。春日、このタイミングで。もう、なんだろう。あー、もうやばい。で、何も僕こんな状態なのに、このムービー撮るために来たんすよね。すごくない？ボキボキって。信じる神様に頼む。あ、無理。もうそのね、神様に頼むのが、神様をね、調子よく使いすぎたんだ。そう、調子よく、もう全て神様。おね、ちょ、ダメ。それはもうバカにしてるから間違ってる。バカにしてないって、信じてるって。そう、皆さん、この僕の鎖骨が折れたシリーズ、もう必死でムービー撮ってます。撮ってもらってます。もう本当にだから、もう登録、エディットクロージングオフィシャル、ぜひ登録してください。あと鈴もつけてください。あとライクもトリン、トリントリンってつけてください。あとぜひ、コメントも、何が見たいかとか、皆さんの言葉をお待ちしております。はい、帰る。じゃあお願いします。バイバイ。何やったっけ。すぐだ。うわ、うまい。